イプロコムのお笑いゲーム実況モンストストライクショットボイスクイズいくぞガチャゲー編ついに来ましたね。来ました。またクイズ？クイズ。クイズです。怖いんで答えられないと思う。にわかだと思われる。そうなんですよ。あれ怖いんすね。自己紹介忘れてました。はいはいはい。どうも、タクヤ、パワー型です。カズヤ、バランス型です。チョヘルメット大島、攻撃型です。キツネ、淡路、クワ型です。ガシンガシーンカズヤさん、受けなかったっすか。せっかく考えてくれたのに。人のせいにすんなよ。あげたやつ。そう、もらったんですよ。そうなんだ。いや、あげてないよ。絶対言えよって言われたんですけど。俺は滑りの実ついてた。滑りの実ってあるの。勝手にそんな実捨てちまえよ。あげてください、本当に。さあ、というわけで、はい、またね、来ましたよ、このクイズが。はい。前回ね、やって、で、今回は、またね、ちょっと難しいやつ。あ、そうなんですか。前回よりも、うん、ちょっと古めのやつみたいな。古めね、はい、オートスクール、そうなんです。しかも、はい、なんか重心化のキャラは出ない。あ、なるほど。重心化のしてるキャラでもその進化版とか。なるほどなるほど。そういう風に来るかも。なるほどね。いやー難しいな。いやー、もう使わなくなってきたキャラとかもいるからね。そうですね。懐かしいやつ出そうですね。思い出せるか。聞いたことあるけどっていうのあるかもしれないですね。はい。かぶったりするしね、昔のキャラだったら。そうそうそう。確かにね。それ大丈夫なのかな。このままやってくれてるのか、もしかしたら。それは正解でしょ。ねえ、確かに。でも、とりあえずね、今回もルール説明しますね。お願いします。今回もですね、キャラを当てたらまず1ポイント。はいはいはい。そして進化、神化、進化前とか、それも当てたらもう1ポイント。だから合計2ポイント取るチャンスが。そういうことだね。はい。名前だけだと1ポイントと。いやー、ということですね。なるほど。これもしかして、またビリになると罰ゲームみたいなあるのかな。あるゲームありますね。精神的にきついやつ。精神やつ。親に何かしら迷惑かけ。肉体的なやつ何でもいい。親だけはすいません。そうそう。なしだな。深夜2時ぐらいに必ずピンポン。本当に地味なやつ。やる方も大変。行きましょうか。やりましょうか。これもちょっとチェックさせて。あ、そうですね。じゃあちょっと音がいいですよ。なるかどうかね。途中でやってみる。じゃあ俺からね。はい。気になるんだよな。半音低い。これほんとモチベーション下がるんですよ。これやるとね。半音低いんです。あれそうだね。海賊版。海賊版なんそれ。ハンディキャップなんだ。ないな。じゃあ行きましょうか。お願いします。行きましょうか。じゃあ SS ボイスガチャゲー編ですね。はいはい。それでは第1問お願いします。ストライクショットショットショット。聞いたことある。ほ、マジか。難しいな。ちょっと待って、なんて言ったかもちょっと分からなかったんだけど。聞いたことある。ラハトムシングストライクショット。はぁ、なるほど。女の子です。いや、分かんない。それは分かんない。すげえ、少年の可能性もある。ちょっと待って、ってことは進化前じゃん。1問目からめちゃくちゃ難しい。マインスイーパーとワープ。特集。ちょっと待って。やべ、またにわかだと思う。やべやべやべ。違うんだよ。も、あ、最初の文字も。モーツァルトの。どっちだ。モーツァルトの神か。あああそうや。モーツァルト。モーツァルトだ。そうか。そうか。ラハトムジークって。そう。あ、そういうことね。モーツァルトか。あの逆さのやつ。あ、逆さ。あ、そうか、持ってんのに。あ、下のワンウェイのやつか。うわ、悔しい。うわ、悔しいな。嬉しい、これは幸先いいぞ。うわ、もうちょっといい身食わせといてほしい。言われたら、それ。滑り飲み食ってるくせに。誰が滑り飲み。ヒントがね、ヒントもうちょっと何つあるとぐらいまで。もしかしたら。脱線になりますからね。じゃあすみません、2問目。このレベルで来るのか。やべえ、むずいな。じゃあ2問目いきましょう。はい、
ストライクショットショットショットストライクショット、いかがですか。うわー、なんやこれ。え、ストライクショットいかがですか。なんかちょっと来たな、ちょっとダンディーな。じゃ行ってみるか。あ、ちょっと及川光弘神かミッチーの神か神か違うか。一応判定なんで求めるの。違うでしょ、どうだみたいな顔しない絶対違う、はい、マモン進化前、フィリップ金光、あー、マッドハンター、お、マッドハンター、違う、あ、ちょっと待って、あれ結構ね、マッドハンター、ストライク、ストライク、はい、わかりました、ジキルとハイド、あー、濃いな闇で、そっち系なんだ多分、いかがですか、闇、いかがですか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 、ハーメルン、あー、なるほど、ハーメルンの進化、おおすげえ、マジかー、すげえ、すごいね、すごいな、よしよしよし、ハーメルンの進化、ストライクショット、なんかちょっと刻なイメージ、あー、でもすげー、イメージないな、最初もほら説明言ってたじゃん、あの重心化してるキャラでも重心化じゃない状態できますっていう、はいはいはい、そういうことっすね、こういう、なるほど、そこ読んどきゃよかったな、じゃあよかったこれはすごいな、これはすごいな、これすごい、これは超ファインプレーだな、超ファインプレー、ね、自分で言うなよ。3問目いきましょうか、はい、行きましょう、はい、第3問目、ストライクショットショットショット、無双の力無限大ストライクショット、無双の力、無双の力無限大、カーン神か超、あ、違う、超ひょ女の子だ、ダスイマン、ダスイマン、力ストライクショット、無双の力、あ、でも源義経、義経、前田慶次、無双の力無限大、そう、え、でも強いやつだよね、無双の力、あ、だから、あ、でもな、昔のキャラですよね、昔のキャラ、半蔵、無双の力、スサノオ、違う、無双の力無限大、無限大、ストライクショット、木、昔のキャラ、木の昔のキャラ、来た、ヘラクレス、カミカ、うわー、すげー、なんだよ、今日強えな、すごい、あ、そう、いや、これすごいな、見たことない、こっち、確かに、ぜね、進化だもんね、かっこいい、使うとしたら、なにこれ、すげえ、俺来てるわ、今日、今のすごいな、本当だね、見たことないね、こっちね、こっち、なかなか、ドラゴンキラー、うん、いやー、やばい、カズヤがリード、はい、タクヤと淡路がまだ0ポイント、いきましょう、4問目、おっしゃ、はい、はい、第4問、ストライクショットショットショット、地球の平和は俺が守ってやるぜ、強い強い、ゼラルド、 G 青野のゼラルドですよね、 MTD MTD あれ、MTD じゃない、ちょっとこれもうバツじゃないですか、 MTD ゼラルド、ゼラルド G 青野の、青野の、あの16マリオ消す方じゃない方、つまり進化、ちょっと無茶苦茶、ちょっと整理して、整理して、ゼラルド G 青野の、うん、NMB MTB MTB、 いや違う、 MDT MDTおっしゃー、優しすぎる、まあまあまあ、優しすぎますよどっちも正解ですか、おー、スカイアーマー、スカイアーマーって言ってない、スカイアーマー言ってないけどな、いやでも本人こいつの青野なんで、ジェラルド G 青野、うん、そうだ、うん、何なんすかこの感じなんかちょっとしっくりこないですね、もっとスッと答えてる、まあまあ、いや名前いっぱいあるんでこの子ねさあ行きましょう、第5問、ストライクショットショットショット、日の元の我が治めよう、ストライクショット、え、マジっすか、あ、今考えてますね、豊臣秀吉、
日の本ってなんか行くやつ他にもいたな。前田刑事。また日の本ってどういう意味ですか。いや、もう一回聞きたいです。日本ですよ、日本。あ、日の本は我が治めよう。お、マジか。あ、ヤタガラス。あー、違うか。違うでしょう。あ、わかった。織田信長。徳川家康。進化。MDT？ うわー、嘘。家康なんだ。いやー、いけたじゃん。いけた問題。いけた問題。だって我が治めようってことでしょ。あ、そっかそっかそっか。いや、そっか、日本って教えなきゃよかった。来た。あ、神化だったのか。いやー、やっちた。来た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 。3までいけた問題。いけた問題。くそ。来た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 。今の日の本ってやっぱ火がやっぱいっちゃいますね。ねえ、火属性だと思いきや。火属性とか。そっか、今そうだね。やっぱ日頃音聞いてる。ほら、やっぱ引っ掛けだ。大河とか見てるとね、日の本一の強者とかさ、そういうことが出てくるから。教えなきゃ、教えなきゃ、教えなきゃよかったね。火属性だよって言っときゃよかった。正直よかった。やばい。あ、今、え、第6問、第6問目、はい、6問目はポイント5倍な、ならない。中途半端なやつ。言ってない、ならない、ならない。ならない。見えてないからって勝手に言うのがあるんじゃないの。6問目、はい、行きましょうか。はい、では6問目、ストライクショット、ショットショット。我が光のランプを喰らいなさい。あ、わかった。光だよ、光のランプ。これよく使う。女の子だもん。これよく使うんですよ、僕。カニのランプでいいですか。マリーナ。いや、マリーナ。ガチャゲンですよ。これ僕よく使うんですよ。これよく使う。光のランプを喰らいなさい。ランプだもんね。あ、分かった。ランプっつ、ランプじゃん。違うわ。ランプじゃないんだ。ランプ。あれ？我が光のランプを喰らいなさい。僕は光のランプを喰らいなさい。ナナミ進化。あ、神化、神化、ナナミ神化。ナナミの神化です。よっしゃー、やばい、やばいじゃん。僕使ってましたもん、これ。光属性じゃないんだ。そうなんですよ、引っ掛け問題だな。なるほど、重心化かなと一瞬思ったんですけど、これは神化です。ね、勉強になりました。めっちゃ喋るな。はい。あいつ、うざったいな。うざったいっすね。いやー、なんか学びの、日頃やっぱ音出しにやってるから。学びの実ついてる、学びの実。なぜ？それはいいじゃないですか。とりあえず、特急出たから OK にしちゃった。神殿の仕様が甘いよ。とりあえず、なんかつけようと思って。確かに。よし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 。うわ、やばいやばい。やばい！ちょっと今、点数おさらいしていいですか。それは、はい、淡路が5ポイント。あ、やばい、追いつかれてる、抜かされてる。和也が4ポイント1番、はい、僕が2ポイント、大島2ポイント、拓也もう2ポイント。いや、違うでしょ。拓也ゼロ、ゼロです。ゼロ、ゼロ、はい、ゼロか。俺、音出してやったらいいかな。いや、言い訳ばっかり。音出してやったらいいです。やってない、音出してやってない、音出してないし、あの、画面も見てない。いや、そっちかよ。どうやってやってないじゃん。さあ、行きましょう。第7問目、ストライクショット、ショット、ショット。貝の虎に敵は、はい、ストライクショット。武田信玄の神化。よっしゃー、貝の虎ですよ。貝の国だもんね。くそーくそー、いけた問題。これもいけた問題。おっしゃ、貝の虎に。それはあんまりこっち見ないな。日の本わかんないけど。日の本わかんないけど。貝はわかった。貝はわかりました。スピード。やばい、もう8問目。さあ、逃げ切るぞ。あと3問。やばい、いきます。じゃあ、第8問。ストライク、ショット、ショット、ショット。国を犯す者は俺が成敗する。国を犯す者はね。国、日本かな。いや、あれじゃない。あー、違う、はい、弁慶、進化。違うな、それは。うん、国を犯す者は俺が成敗する。日本、ね、国を犯す者ね。日本っぽいけど違うのかな。中国系、あ、三国志系。あ、ん、周遊。ちょっと待って。国を、ごめん、曹操。あー、違う。あ、曹操。国を、あ、でも火だ。火、
国を動かすものは火だ、火。ん？火？火で男。国を動かすものはアトス。あー、うん、火の将兵。火属性なんすか、あの人。ヘメンか。火の将兵は違う。俺の浮気を見とけ。ラストライクショットするんすか。SS ボイスなんだよ。かっこいいな。なんか例えば、反地重力バリア。そんなやつ。めっちゃ強いな。魔王キラー M。え？火属性。え？いました、そんなやつ。俺が成敗する系でしょ。なんで成敗する系。成敗する系男子ね。最強じゃん。成敗する系男子。ちょっとあれ、火もなかなか思いつかないな。結構大ヒント。フレイヤー。え？ヨガ。ヨガフレイヤー。はい。あ、僕も分かったかも。サラマンダの、進化。全然わかんない。マジで。そう、フレイムといえば。見たことない。これは重心が期待されてますけどね。いやもう全然見たこともないわ。こんな。魔王キラー M ついてんだ。強いな。知らないね。これだからほら始めたの我々遅いから。そうですよ。言い訳がすごいわ。それがやっぱ出ちゃうね。言い訳ばっかしてんな。でもこれ持ってないもんね。これ、うわ、めっちゃつまんなそうだね。つまんなそうなするんだけやめてもらっていいですか。くそー、やばい。あ、今俺結構俺まずい。あ、やばい、大島1だよ。あ、俺今6ですよ、多分。大島が踊り出た。あ、1になってる。大島が1で6。6。アージ5。5です。カズヤ4。タクヤ0。はい。もう、え、これ最終問題はなんか1万点みたいなのあるんですか、今回。あれ8万点。8万点の茶番あるもん。別に1万超えたら何でもいい。あ、9、次9。また9問目。あ、じゃあここ。優勝したいな。優勝したい。もう10問目狙いしかない、俺もう。よし、じゃあ続いて。はい。第9問目。ストライク、ショット、ショット、ショット。これでとどめよ。ファイヤー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 。あー、のんじゃ、のんの。あー、いい線いってます。チェリーウィンガー。あー、いい線いってますよ。このまま僕、いや、なんで知ってんのそれ。いい線いってると言ってそう、言ってそうだなっていうの。女の子ですもんね。ファイヤー。いや、でもこれ引っ掛けっぽいですね。確かに火じゃない可能性もあるよ、だから。ファイヤー。これでとどめよ。ファイヤー。その手なんなんですか。手から出てるんですか。これでとどめよ。ファイヤー。あ、闇属性。これでとどめよ、ファイヤーで。そんな闇に可愛い声出すの。これでとどめよ、ファイヤー。進化版とか。あ、どっちですか。いいですよ。いいですか。いい。いいですよ。あ、取っちゃうかもしれない。いいですよ、いいですよ。福沢アナ。似てる。ファイヤーでしょ。ジャストミート。ファイヤー。あんな可愛い声で言ってんやから。福沢アナ日テレ在籍時。誰が正解するの。進化前ですね。ファイヤーはそうだね。あれ、あれっす。ケットシー。ああ、違うか。なるほど、うん、なるほど、そういうこともあんのか。そのラインは分かってるんですよね、大島さんは。そのライン分かってる。そのラインはってね、ネズミ小僧。お、ああ、ハーレー X 進化の。おお、またも。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 闇。も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 。闇。ちょっと待て、また。アンチワープ魔王キラー M。 強そう。さっきと似たような。いや、使ってる、こんな強いやつ使ってるはずなんですけどね。多分。いや、じゃああいつじゃないってことか。アンチワープ、どれどれ、一応言ってみて、俺に言ってみて。イージス。
イージス。いやいや、もっと言ってんの。もっと言ってんの。なんで言っちゃうの、違うの、分かってて。でもアンチワープ魔王キラー M とかだったらなんかあのエデンとかで使えそうじゃないですか。ああ、使え、でもいないよな、そんなやつ。サタンのモでしょ。あれ、あ、そうか、モか。モだよ。モグラ小僧。ネズミ小僧に引っ張られてる。モグラ小僧って。進化神化はもうなしにしてくれ。名前だけ当てれば、はい、2ポイント。俺全然キャラわかんねえな。進化はもうキラー。あ、わかった。あ、わかった。あ、ちょっと待って。あ、やべやべやべ。ちょっと待って。あの、待って。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。俺、あ、キャラ浮かんでる。キャラ浮かんでる。キャラ浮かんでんだよ。いや、もう分かってるんですよ。僕分かったんですよ。あいつ、あいつ、あいつ。違います。違います。5、4、言えばいい。3、2、1。あ、ダメだ。思い出せない。名前に。僕、じゃあいただいていいですか？じゃあ本当に僕分かったんで、最後でいいです、最後で。俺ももう、俺分かんない。キャラ浮かんでんだよな、もう。モーニング娘。ひどいな。じゃあ僕のシルエットヒントあげましょうか。シルエット、シルエット、シルエット。いや、いるそれです。それでわかる人。ミスターマリック。いや、違います。ハンドパワー。僕本当にわかりましたわ。そっと閉じんじゃん。なんか言って閉じるの。それいいですか。うん、いいよ。モンタナ。あ、よっしゃー。わかんない、モンタナって誰。はい、そう、あれだ、あの最近神化が追加された。こっちのモンタナね、僕がやってたのは進化の方ですね。大体そう、進化だよね。いや、これ最近なんだよね、神化が。なんだっけ、なんか名前違うのあるよね。はい、一回ちょっと進化見せてもらっていいですか。モンタナだ。モンタナ、悔しい。モンタナって名前違くなの。ほら、ボルチモアだ。あ、ね、見た目一緒でしょ。確かに、確かに。あ、そう、こっち、ね、私の超火力をくらえ。あ、これは違うじゃん、こうじゃん。いや、これだから。進化だ、ね、進化だから。なるほど、難しい。モンタナ、そうか。やばい、これで。あ、まず、僕トップに躍り出ました。淡路が大島と並んでトップになった。よっしゃ。はい、淡路、大島が6ポイント、はい、和也が4ポイント、はい、拓也が7。違うでしょ。何が見えてるんですか、さっきから。よーく見てますけど、書いてないです、一切。だからゼロ。ゼロです。ほんと、兄弟対決ですよ。確かに。やばい、やばい、そっか。え、だから、俺らもないんでしょ。もうないと。俺らもないですもん。うん、そっか。一応別になんもないもん。はい。そうですね。ビリーだけ、ビリーだけ。俺が答えれば。でも答えたその両隣も2ポイント入るみたいな。なんすか、それ。複雑なシステム。はい、覚えてます計算できない。めちゃくちゃ複雑なシステム。ポイント付与。ないよ、それ。なんすか、それ。バリア不要みたいなない。え、じゃあ、え、最終問題は何ポイントですか。1000ポッチですか。いやいや、1万。いいでしょ、どっちでもいいでしょ。何でもいいでしょ。1000でも余裕な。1万ポイント10でいいよ。全部当てたら1万ポイント。あ、そうか。なるほど、なるほど。1個だけならね。あの、進化と神化当てられなかったらダメ。なるほどね。よし、絶対当てよう。よっしゃ。じゃあ10問目、はい、いきます。第10問、ストライクショット、ショット、ショット。私の力、お見せしましょう。ストライクショット。あれ、さっき聞いてたんじゃないかな。私の力、お見せしましょう。何。マモン、マモン。あ、私の力、お見せしましょう。ストライクショット。それだと思った。絶対これ聞いたことある。昔のキャラかな。私の力、お見せしましょう。なんか似たのいましたよね。ストライクショット。1問目か、1問目なんかそんな。そうですね。え、光。力を見せしましょう。俺全然わかんねえな。私の力を見せしましょう。でもこれ当てたくもないな。お、マジで1個もわかんねえな。なんだこれ。私の力、お見せしましょう。光、光の魔王。光の魔王って私の力、いる。光で、お見せしましょう。魔王、そういう系の魔王族。あいつじゃないのかな。それちょっと言ってみなよ。私の力、お見せしましょう。いや、当たったら怖いなと思って。いいですか。いいよ、クイズだから。はい。
ベルゼブブ。これ当たったんじゃないの？進化。絶対そうでしょ。ほらー、残念。よっしゃー、っていうことは今の1ポイント。今の1ポイント、1ポイント、今の1ポイント、そうか、ね、っていうことは罰ゲーム。お見せしましょう、ストライカー。進化前か、これは分かんないわ。見たこともないわ、ベルゼブブ。いや、それはあるでしょ。そんなわけないです。これ見たことなかったらそれ負けます、ね、マジでマジで見たことないです。昔のキャラス。うわ、あ、ということで、ちょっと何あれ、怖い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 。っていうことは、え、今の外した淡路罰ゲーム。なんでなんですか、ちょっとゼロポイントでしょ。なんで、なんで僕になるんですか、優勝したら。じゃあ、ということで、はい、ゼロポイントの拓也罰ゲーム。はい、はい、罰ゲームはこちらです。何これ、マック、何これ、気持ち悪い、なんだこれ、気持ち悪い、めっちゃトロトロしてました。何これ、何の匂い、多分ひたすら何かを発酵させたやつ。うわ、匂い、ね、食べてないじゃん。酸っぱそうなんか、くる。あ、何これ、うわ、何これ、うわ、何これ、くっさ、くっさ、ドブ、ドブの水じゃん。ドブの水の可能性ありますね。じわわ、何これ、球体みたいの入ってる。うわ、気持ち悪い、何これ、気持ち悪い。それを食べるってことですか。飴じゃん、重油の飴。重油飴、重油飴は大丈夫ですか。重油飴はダメじゃん。海とかに流れて問題になるやつでしょ、重油って。うわ、気持ち悪い、なにこれ、わかんない、気持ち悪い、くっせ、くっせ。なんだそれ、マジで。なんかちょっとね、多分体にいい系だと思う。あ、そう、あ、漢方的な、漢方的な匂いがするから本当に大丈夫なんですね。誰か一回口に入れてそうなったんですよね、多分。どういう気持ち悪い。より気持ち悪いか、舐めて。より気持ち悪いな。で、これつけだれつけて、つけだれでいただきます。はい、罰ゲームつけだれ、なにこれ、気持ち悪い。ほんと重油に見えてきた。いただきます。いや、これ食べきれるのかな。うん、これダメだ。歯見せて。ああ、うわ、なんだこれ。ああ、ああ、ああ、なんなの、何これ、何これ、正体分かった、正体。いや、違う、分かんない、あの甘いとか苦いとかじゃない、舌がしびれる。ダメじゃないのこれ。ああ、酸っぱいのかな。ちょ、水飲んで、水飲んで、入って。ええ、痛い痛い、ここ痛い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 、ここが痛い。なにそれ、ここが痛い、ここ舐めればいいんだよ。ここ痛い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 、ここ痛い。大丈夫なやつこれ、痛いよ。ダメでしょ、絶対ビリビリする、ビリビリするんだけど。はい、これから音を出してやってください。ダメなやつでしょ、音を出してやってください、これからは。そうですね、醍醐味です、ストライクショットは。出直してきてくださいね。ま、え、梅肉エキス、梅肉エキス、あ、梅ってことですか。いやー、梅肉エキスですか。こんな色なんだ、こんな酸っぱい梅、食ったことないですよ。酸っぱいんだ、酸っぱいを通り越して、だから痛い痛い、いや、すごなんだこれ。これはやばいね。うん、よかった。ちゃんと次からだから、ほんと音出して。なんだついてる。というわけで、はい、以上、モンストストライクショットボイスクイズでしたー。新機能実装、 iPhone での課金が実質 6% オフになる方法が登場。ゲームの課金は GM コインで。 GM コイン